最近眠いね。はい、ということで今回もやっていきましょう。どうもラルでございます。ということで今回もですね、スマホ版にゃんこ大戦争の方やっていこうかなと思うんですけれども、今回の動画もですね、新レジェンドステージのね続きの方やっていこうかなと思います。ということでなんだかんだでね、前回もとりあえずね、クリアできたので、今回はダイバーシティだと思うんですけどもね、こちらのステージの方やっていこうかなと思います。でこれクリアできればね、今のところのバージョンではね、まあ最後のステージにはなってくるので、一段落つけるのかなと思いますんでね、とりあえずやっていきましょう。ということで一つ目のステージはですね、多様性とアルカリ性ということで、なんか見たことあるようなね、なんか似てるような名前のステージがレジェンドステージあったような気がするんですけども、やっていこうかなと思います。でとりあえずね、こちらに関しては一応ね編成の方は事前に組みました。はい、ということでこんな感じでやっていこうかなと思います。どうだろうね、このステージちょっと怪しいような気がするんですけれども、まあ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 頑張っていきましょうかね。はい、まあクリアできなかったらまたね、やり直すまででやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。じゃあとりあえずね行ってきましょう、出陣。さあということで、まず1個目のねステージなんですけども、どうだろうね、とりあえず勝てればいいんですけれども、一番めんどくさいのはなんだろうね、まあドーベルがね一応ボスで出てくるんですけれども、まあ取り巻きのね、やつらも正直めんどくさいので、ああもう来たよ、もう来たよ。どういうあれで出てくるのかな、ドーベルは。城の HP 減少出てくるのかわからないけれども、まあできるだけちょっとね、メタルのキャラクターはね、早めにね、クリティカルをね、とりあえず打っとかないとまずいので、まあとりあえずね、やっていきたいところ。サイの方が、あー、やっぱそういう感じで出てくるのか。早めにサイ倒さないと、正直ちょっとまずいような気がするな。できれば早くポコーンとね1体倒せればすごく楽なんだけど、もうクリティカルに関しては正直運ゲーになってきてるんで、あ、オッケー、よし、これでとりあえずでラーメンも出しつつゴリ押ししていかないとまずいんだよな。おらいやーまあでもラーメンがとりあえず頑張ってくれてるんでなんとかなるかなと思うんですけども、ここでね、そうなんだよな、このサイがめんどくさいのよ。これがどうしたもんかな、これ。うわー、ちょっとめんどくさいぞこれ。どうだろう、あ、オッケー。で、前に出てきてるんで、そこでとりあえずクリティカルが放てられればいいんです。ダメじゃん、これ。もう待って。めっちゃ、あー、オッケー。あー、動揺してるけど、でもなんとか、どうだろう、怖え。ちょっと、あと、もう一体サイが倒せればいいんだけれども、あー、結構ゴリ押しするな。あー、やばいぞ、これ。これ、普通にもしかしたら押される可能性が、オッケー、ドーベルとりあえず一回ノックバックしたけど、サイがやばい。荒ぶってる、やめろ。あと一回、ノックバックが来れば、もうこっちの勝利が見えてくるんだけど、もう結構ギリギリだな。超ギリギリで。やばい。これ負けんじゃねこれ。普通に負けるよねこれ。うーわ、マジで言ってる。しょっぱなからこれか。うわー、やりますね。さあということで、とりあえずね、猫棒を入れて、再戦でございます。で早めにとりあえずこれもクリティカルが打てればすごい早い話なんだよね。で押されたらまずいんで、まあとりあえずこれもね、様子を見つつやっていこう。まあ猫棒使ってやるんでね、わりかしもしかしたらね、いけるんじゃないのかなと思うんですけど、早めに、そう、オッケー、いい感じ、これを狙っていたんだ。よし。で、あとは、そうだね。まあ、とりあえずね、メタルサインに関しては、早めにね、クリティカルが打てればすごい早い話なんで、オッケー。とりあえず、こんな感じでどうでしょうか。レッパがめんどくさいところなんですけれどもね。オッケー。で、まだ、あー、でも、お財布微妙だな。ちょっと、オッケー。いい感じでね、クリティカルがね、早めに出せるとすごいありがたいんだよ。よし。これだとどうだろうね。壁もなんか、今のところ、でもいい感じなような気がするんだよな。で、次のサイが早く。クリティカルが打てればいいんだよ。打てれば。やべえ、てか結構お財布余裕あるな。やばい。結構ちょっと舐めてかかってたな。よし。今のうちだ、とりあえず早く。クリティカルが打てればいいんだけど。ちょっと、押さないでくれよ。頼むから。よし、あともう一回、頼む。ポコンと。あ、違う。クリティカル出さないとちゃうんだよ。おし、来た。オッケー。で、こっからじゃないかな、とりあえず。ドーベルが押せるかな。でも、お財布余裕があるんで、
あとはラーメンでなんとかなりそうな気がするんだけれども、どうかな。オッケー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 、ああやばい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 。でも待って、まだいけるまだいけるまだいける。一回ノックバックしたから次乗り越えられれば多分勝てるとは思うんだけど、どうなんだろう。ああ微妙、なかなか接戦なんだけど。ああドーベルが、うわーやる、マジでやるね本当にこれ。あともうちょい、あともうちょいなんだよ。あともう一声がいけないんだよな。あーやべえ、黒みたま消えたんだけど。なかなかやばいんだけどこのステージも。あ消えたね、危なうーわ1個目のステージからこれもう嫌になってきたんだけど、あの残り5ステージ残ってるよ、どうしよう、やばいぞこれ。まあ、どこまでいけるかな。まあ、とりあえず次のステージもとりあえずやってみますけど、なんか次のステージもね、ちょっと雲行き怪しい気がするんだよな。まあとりあえず頑張っていきましょうか。いやもうね、もう 20% ぐらいの、いやもう 10% かな。自信がほぼほぼないんだけど、もう初っ端のステージから猫本使うのはね、正直ちょっとね、良くないとは思うんですけれども、まあちょっと使ってしまいましたんですけどもね、まあとりあえずクリアするためだったらもう手段を選ばずやっていきましょうかね。まあとりあえず、1個目のステージクリアできたんでよかったなと思います。まあとりあえずね、次頑張りましょう。はい、ということで次はですね、砂鉄海浜公園で合ってるのかな、海原かな。まあいいや、とりあえずね、こちらのステージの方やっていこうかなと思うんで、とりあえずね、編成の方を組んでいきます。はい、ということで次のステージもですね、正直ねもう自信が 10% くらいしかないんですけども、なんか今回メタル多い気がするんだけれども、でなんかいろんな属性がいるんでね、もうどうしようもいかないんですけども、まあとりあえず今回久しぶりにねニャンマーの方入れて、これでとりあえずやっていこうかなと思います。ちょっと待って、ニャンコ法は一旦ちょっと変えよう、キャノンブレイクに変えてちょっとこれで、やっていきましょう。じゃあ行きましょう、出陣。さあということで2つ目のステージで結構時間食ってしまったので、もしかしたら今回これで終わり、これで負けたらちょっとねシャレなんないんだけど、できれば勝って終わりにしたいところなんだけど、いっぱい来たよ。うーわ何この軍団、ちょっと待って、ちょっと待って、まあ早くもニャンマーをとりあえず投下しとこう、とりあえずね。で、これ波動持ちがいればすごい気持ちいいよね。なんか結構、あー、このタイミングでもう来るんだね。ちょっとやばいな。早めにもうどんどんキャラクター倒して、ちょっと待って、いろいろ出さないといけないんだけど、メタルゴマがちょっと正直ね、嫌なのよ。てかゾンビ、あれ？そんな出てきてないんだけど、ちょっと待って、なんとも言えねえな。とりあえずどうしよう、メタルゴマが倒せれば多分ね楽なんだけどね。おい、クリティカル出てんの？ちょっと待って待って待って、あー出てるけど、なんかちょっとこれ、うわマジでいってる、もういやらしいな。どうしよう、ちょっと待ってよ、これはね、途中で黒が結構ゴリ押ししてくるんで、そうなるとチビが売れた方がいいのかな。やっぱ全然キャラ出せないんだけど、まあ、今回もさ、お財布が、これ、猫本必須かもしれないね。てか、全然ゾンビ出てこないんだけど、何これ、入れた意味全くなかったんだけど、もうこれ、完全捨てだわ。さあ、ということで、今回2回も猫本使うとは思わなかったんだけど、うわー、なかなかなんですけれども、これ。でもうね、これもね、序盤からね、もう攻めていかないと、まずいので、とりあえず、これでやっていきましょう。で、結構黒い敵がね、めんどくさかったんで、とりあえずね、チビ側の方は入れてみましたが、で、あれ、メタルゴマがもう出てくるんだっけ？っていうと、とりあえず先に、そうだね、メタル、早めにちょっと出しときたいところなんだけれども、どうだろうね、ジュラとかでとりあえず、クリティカルが早く出ればすごいいいんだよな。そう考えるとちょっとニャンマーはね、今のところ正直微妙な気がしたな。ちょっと待って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 、おきょう。で、とりあえず、どうだろう、やっぱ黒めんどくせえな。黒がすごいやばいから、とりあえず笠地蔵で、ちょっとね、出すキャラクターがすごい悩ましいんだよな。もうとりあえず手当たり出すしかない気がするけれども、 OKOKOK、 これでちょっとずつね、足止めしつつクリティカル出すキャラクターも出しつつやっていかないと結構やばいよ。 OK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 、
あとは、あと残り2体。邪魔だな。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。1回とりあえずクリティカルが出たんで。あと何回だっけ？こいつでも微妙にあるんだよね。ノックバックに関しては。だから早めにとりあえずそこがね、手が打てればすごい、でかいんだけど、でかいんだけど、あーどんどん来るね。あ、早く。早く。これ1体だけなのかな？他に出てこられたら困るよ。とりあえず2回したよ。2回したからもう1回行こう。もう1回行こう。この調子で。あー、やっぱか。うーわ。ちょっと待って。もうなんか嫌になってきたぞ、これ。うわぁ、合流してくるなよ。あ、一体倒れたけどさ。一体は倒れたんだけど、うわぁ、これはちょっとやべえよ、マジで。ちょっとどころじゃないと思う。うわぁ、待て。これでとりあえずなんとか終焉できるかな。早めにとりあえず手が打てればいいんだけど、あー、やばい。ヒューマに関してはどうしようかね。まあ、まだ微妙な気がするんで。なんとも言えないけど、早くクリティカルをとりあえず打って、とりあえず、頑張ってくれ。あー、ジュラ頑張ってよ。ちょっと、やばいよ。ちょっとどころじゃない。よし、オッケー。一回出た。あと残りね、二回クリティカルを出してノックバックさせないと、ダメなんだよね。このペースだと。どうしよう。お財布もちょっと微妙なんだよな。あー、オッケー。で、今のところなんとかなってるんで、とりあえずもう、オッケー。来た。あともう一回。これがいければいける。いけるよ。よ。あー、もう来るな、天使。来るなよ、もう。あともう一回ノックバックすれば、もうね、こっちの勝ちが見えてきてるんだから。これが乗り越えないと。あー、もう一回来んの？嘘。地獄なんだけど。もう嫌なんだけど。ゾンビいる時点でもう無理だぞ、これ。ここで来るのかよ。これは無理だわ。うわー、なんか一気に難易度上がってない？何これ。はい、ということで、とりあえずですね、今回2つのステージしか挑戦できてないんですけれども、まあとりあえずですね、ちょっとこのステージが軽く、トラウマになりかけてるところで一旦ここでね、終了しようかなと思います。またとりあえず次回ですね、リベンジできればいいかなと思うんですけども、ちょっと今の段階だとね、ちょっと勝てそうな編成が思いつかないので、とりあえずまたね出直していこうかなと思います。いやー、ちょっとこれやばいかもしれないね。まあ、ダイバーやばいね。まあとりあえずね、クリアできるように頑張っていこうかなと思うんで、次回も見ていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、またね。